まあまあ今回この絵面なんです。なんかやる気くん、森脇健児さん、渡辺弘幸くんのものすごいご推薦の二人です。あ、広志、広志、なべちゃんの。はい。そうそう、広幸さんがもう大スターだ。ああ、そうかそうか。赤信号です。はい、赤信号じゃマサユキさん。あ、マサユキさん。全部マサユキさん。もう最近ことごとく。最近これいやちゃうねこれここだけの話だ。はい、あるお仕事だけに、はい、庄司俊恵師匠に、うん、ご祝儀もうたんよ。はい、それお守り代わりに入れ出して、はい、これなんかこんな、なんか言うことおかしい。そんなわけないでしょ、そんな。取り憑かれたんですよ。なんで、兄さんね、なんで、お千円小遣い持って、その、年齢者の悪口にするの。いや、悪口じゃ悪口じゃ。いや、俺、ものすごくピュアなれてるもん。自分に正直もうて。いや、まあ、その話どうでもいい。じゃどうでもいい話、あんたがしたんやけど。お二人がなんかものすごい、ご推薦やって聞いて。そうなんですよ。結構、まあ、一緒に仕事、あ、ラジオ、ラジオで一緒ですもんね。森脇さんの、さんと KBS 京都のコンビで、はい、サタデーミーティングで、はい、いやお前何人目のコンビやね、藤田ともやってるやろ、やってる、で若い玉野さんもやし、うん、歌の相方もおるし、やってるしね、はい、何それな、うん、なリスクヘッジしてんの。いやいや、まあ、賞味言うけど、うん、若い玉野さんが何もしないから、うん、自分で言うけど、佐賀さんとね、ほんまに賞味言うてるやないか、保険かけてもらって、ね、いかんわけですよ。はい、もうで、高校のつながりはどういうのが。高校はね、無縁仏の会の僕副会長なんですけど、はい、まだやってる。彼青年部の部長なんです。青年部部長、青年なんって言いながらまだ参加はなかなかね、タイミングがよくなくて、それ活動内容なんなん。活動内容、はい、何もやってないよ。不思議やね、自分に彼女できたらどうでもようなるね。うわ、できへん時は集めるだけ集めて、できへん時、おらん時はなんか同じようなやつ集めて、俺らだけでな、クリスマスイブ過ごさな、花見行こうなとか言って。僕もまだそないに知らない段階の時に誘っていただいて、うわ、大先輩から誘っていただいたと思って、これ一体何をする会なんですか、うん、まあ彼女できそうもないやつを集めてんねやっていう、でこんな感じのやつが何人か。放送機のメンバーですから。あ、はい、立ち上げのメンバーね。もうほぼ立ち上げぐらいですね。彼とあと西田タイガー君はジュニア部の部長として、はい、もう即スカウトしましたから。他にもわらあなてっていう、はい、いや、うん、焼き方で、うん、藤田さんと、うん、とこのやる気さんがおもりになって、その若手を、本当張り立ての若手とかを集めて寄せをやってるんで。いや、あれしてる、うん、若手にネタやらして、はい、ネタパクってんねん。パクってるんですか。それでですかね、泥棒市場みたいな演芸場やから。参加した若手が1ヶ月以内に辞めていく。どん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 辞めていく。理由はなんで辞める、若手は。そら僕に聞かれても、いやもう本人に聞かないとね。ことごとく参加したメンバーを見ていったら全員今残ってないんですよ、うん、だから今わらあなてを若手がブラックホールって呼んでる。わらあなては悪くないから。めっちゃ怖い。やる気さん主催のわらあなて、ブラックホールだぞ。黒いやつやからね、こいつ。ザ・ダークやから。あれは怖いですね、うん、でも真剣な話になるけど、その若手のコーラなんか、例えば友達とはいますよ、はい、お前芸人やってることどこ出てんねんって言われた時に、うん、いやテレビラジオまだ出てへんけど、わらなてという劇場で毎月こういうイベントやってんねん、見に来てやって言えるだけの値打ちがあるかなと思って、僕らも先輩にしてもらったことを若手に返したいと思って、それでやったんですよ。で、あのダマです。正直若手に何をしたんですよ。絶対なんか何かしてるでしょ。いや、だから今聞いたらね、良、はい、かれと思ってしかないですけども、はい、こっそり呪文との相手で。こっち昔からなんかこう自分では良かれと思ってやったことが相手さんを怒らしてしまったりとか、はい、あるね。結構だから後輩やから絶対、お前なとか言われへんから、やんわり言うてると思うけど、ね、うん、僕聞いた話で、うん、お相撲さんでどなたかがちょっと忘れたんですけど、はいはい、握手しに行ったらその人が次の巡業から怪我したって。あ、違う違う、それはね、相撲取りやらしいね、具体的な名前出しました、広島から、巨人に行きはった江藤さん。あ、江藤さん、あ、覚えてる、その話聞いた、はい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 、江藤さんと夜の店で握手して、江藤選手が、うん、今度どこそこ行こうぜ、うん、はい、俺のこと呼び捨てでいいよ、同級生じゃないか、で目骨折とかしちゃって。そうそう、いや、曲はしか知らん、優勝争い、はい、やる気だ、握手した3日後にサードゴロイレギュラーして、はい、あった。ほんで戦慄自圧してカープが優勝できへんかった年あって、で契約更改の時に1億3000万球団はやる言うてんのに、うん、僕は迷惑かけましたから言うて1割の1300万を返してん。うわ、こいつのせい。なんで1300万の損害。僕はチームに迷惑かけましたから握手しただけで1300万の損害当たる。何すかいや思って思ったんやけど、事情聞いたら
ここの人間なんです。すごいな。あのね、小学校1年かな2年かな、あの、はい、大阪天満宮近所やねんけど、ね、はいはいはい、あの阪神の選手が餅巻きに来るって、うんうん、当時源五郎丸広志入ったところ、はいはい、運動音痴やからな、餅巻きなんかされても絶対に受け取られへんのが、源五郎丸がポンと投げたやつ俺が最初にパッて近く、はいはい、で源五郎丸さんあれです、うん、すごいよ、ね、怖いですね、うん、それはね、適度に巨人取っとかなあかんと思う。でももう2年連続ですか、あ、そうか、3年連続でもちょうどその本当に、うん、彼女さんができはってから、うん、彼女はね、あの、はい、すごいやる気さんから負のオーラっていうのは徐々に消えつつはあって、うん、まあ、いい、はいはい、君ちょっと待って、自己物件とかするの好きやんか、あ、そうやろ、君はそっちやけど、だからあれどうなん、営業で言ったらだから俺が自己物件なんだよ、だからマイナスかマイナスで、マイナスマイナスプラスなんですよ、プラスなんですよ、化学反応起こしてる、はい、化学反応起こしてるかもしれないですね、プラスで、いや俺なんかね、あのちょっとまあ人間というか聞いたら、はい、まあ、やる気ちゃんのそのまあ言うたらベテランの味と、はい、うん、谷志くんの、まあ、頭脳がね、マッチしたらええ味出るよとかいう話は聞いたことあるね、え、そんな僕ら今初めて聞かせていただきました、いやいや、あの、これはあるとこで、うん、あるとこ誰なんかええコンビなんかなとか、その内容が出ちゃうから、ええコンビや思いますよ、ジムラゲンなんですけど、僕同じのをもう5年連続、うん、はい、エントリーさせてもらってて、もう毎回負けてますんで、はい、はい、もう全然、それはもう単独でピンでしょ、あともう一人竹下ポップっていう、あ、はいはいはい、とかと一緒にやって、うん、僕もポップちゃんと組ませてもらった時は負けたな、あ、ポップさんはダメですねほな、それで消去法で言うたら今日は来てんけど竹下ポップ結果誰と組んだ時に負けた言ったらポップちゃんや俺も君もやろポップちゃんなるほどな、確かになるほど、ええコンビなんですね、そうやと思いますわ、ちょうどやっぱりその今本当に加納さんできたことで、うん、もうやる気さんも言ってはるんですけど、うん、今がもうこれ以上求めるものがないと、あ、欲しいものがないですね、はい、今バンダナ欲しい言ってて、バンダナ、バンダナ、いや、バンダナもこれ3、4本しかないと使い回してるんですこれでいいわ、待って、あ、こうでもかさぶるしね、はあはあ、結構そのなんていうんですか、人生のピークが今だっていうことを、小さい真田山みたいな、な子供が砂場遊びしても消えてまうだからその逆にこうなんか上が上がっていかないのがいいのかもしれないなっていうのはありますね、あ、いやでもそれが低かもしれんからな、どういうことなんですか、低かもしれん、どういうことですか、もうここも取り込もう思ってると思うから、取り込んでまんがらもう完璧に僕の儲けじゃないですか、僕のもん、僕のもんじゃないですか、やめてください、それは僕のもんです、話しません、本人がない話しません、なるほど、今日はね、もうありがとうございます、ありがとうございます